ウエストカリビアン航空708便墜落事故は2005年8月16日火曜日の朝にウエストカリビアン航空708便がベネズエラ西部のコロンビア国境付近で墜落した事故である。原因は使用限界高度を超えた高度でアンチアイスを再起動したことによる水力低下とパイロットの対処ミスだった。この便はフランスの海外圏の一つであるマルテニークの 旅行代理テングローブトラーターズでリビターセイリーによってチャーターされたものでパナマの特面国際空港からマルティニークのフォールドフランス空港へ向かう途中であった登場していたとみられる160人のうち乗員8人はコロンビア人だった乗客152人はフランス人、コロンビア人、パナマ人でほとんどがパナマで休暇を過ごしたフランス人だった事故機は コロンビアとベネズエラの国境付近で2機のエンジンの打ち方側に異常が発生し、しばらくしてもう一方のエンジンも異常が発生した。緊急着陸を試みるためマラカイボの空港に向かったが、毎分7000フィートの降下を止めることができず、墜落した。ベネズエラ。機体は西から東に飛行していたパナマ共和国午前1時。ベネズエラ。 マルティニーク午前2時パナマ共和国パナマシティにある特面空港を出発。ベネズエラのカラカスの完成棟にこの旅客機から片方のエンジンに異常があると報告がある。この事故の調査は事故発生地点であるベネズエラの反米感情を考慮し、ベネズエラ事故調査委員会とフランス事故調査委員会の共同で行われることとなった。事故原因はエンジン異常ではなく、 操縦士が気流の良い高度を探して度重なる上昇と効果を行い着氷対策に設置されているアンチアイスの起動と停止を繰り返したことだった。この行為が機体制御を失わせる直接の原因となったとしこのトラブルに対する対応を間違えたことが最悪の結果につながったと結論付けた。事故のきっかけはウエストカリビアン航空の財政難によってパイロットが 燃費対策に動いたことであった。事故当日の条件では、アンチアイスの使用限界高度が3万1900フィートであったが、燃費を稼ぐために一時停止させていたアンチアイスを3万3000フィートで再起動したため、電力を得るためにエンジン出力が奪われて水力が低下した。さらに、自動操縦システムが高度を維持しようと機種を上げたところ、 最悪のタイミングで発生した乱気流により機体が上向きになりさらにエンジン出力が低下した。この出力低下を基調がエンジンの異常だと勘違いしたのが致命傷となり、この状況下での正しい軌道である機種下げを行わなかったため、機体はディープストールに陥り制御不能のまま墜落した。この事故で墜落した機体はマクドネルダグラス MD-82 型である。 同期は以前コンチネンタル航空が所有していたが2005年1月10日にウエストカリビアン航空がこの航空機の引き渡しを受けたウエストカリビアン航空は1998年に設立されたコロンビアの航空会社である2005年3月26日にウエストカリビアン航空のプロペラ機がコロンビアのプロビデンシア島で離陸直後に墜落したこの事故で 乗員2名と乗客6名が死亡し、6人が負傷した。708便の事故当時、同社はパイロットが燃費対策に勤しまざるを得ないほどに財政が悪化しており、事故後は1便も飛ぶことなく倒産したため、この事故が同社の最後のフライトとなった。ありがとうございます。